今回は、鹿の子のこの子こしたんたん、第1話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。鹿の時代到来。初回来たー。鹿の子アニメ放送開始おめでとうございます。フィクション了解。バズってることだけ知ってる。しょっぱな、いろいろと情報が。新選組大使のような無垢な笑顔とは。日野市が舞台なのね。奈良じゃねえのかい。日野市で草。マリ見てみたいな慣れすんな。これはお嬢様やろな。鳥海康介ナレーションの時点で怪しすぎる。これはこれはご丁寧にどうも。視聴者に問いかけてきた。こんばんはですが。なんだ急に。怖えよ。鹿の子のこのここしたんたん。鹿の子のこのここしたんたん。鹿の子のこのここしたんたん。名前が曲で覚えられそう。なんか癖になりそうな OP だ。1話なのにすでに何度も聞いたような OP。すでに耳にこびりついた OP。100万回聞いたイントロ。やはり OP の意味はわからん。耐久 OP じゃなくてよかった。OP だけはすでに何度も再生した。CM も淡々してて草。CM まで淡々言ってて等混乱してきた。西丹の CM 挟むのは確信犯だろ。西丹がすごい勢いで有名になりそうだ。西丹の CM なのがうまいな。この流れで西丹ずるい。CM もやべえやつしかないのかよ。ボックス1本売りだ。ブリューレイボックスやん、お得やん、買うか？円盤は12月発売。CE かー。どこまでも鹿やな。やだイケメン。なんだこいつ変な勇士散ってんぞ。キラキラしてる。コシトラ子？名前。トラなんだ。おしとやかな子だ。イントロで踊ってた子こんな清楚っぽい感じだったのか。パーフェクトガール、優等。生徒会長なのか文武両道すぎる。全教科満点はえぐい。正体表したね。あ、全然清楚じゃなかった。元ヤンなのか。計画通り、もうだいぶ古くないか。誰イキーだよ。マイキーくんだよね。マンジ憧れは結構最近だな。生徒会長が元ヤン。この人もまともではなかった。電柱に何かいる。映していいのか。一話にしてとか言うな。はじめちゃん草。はじめちゃんはもう。終わった方の探偵を呼ぶのはやめろ。いろいろ突っ込みたい。鼻水。バッチリ。おパンツ見えてそう。めたい。怒涛の突っ込みすぎる。ガチツの？頸椎で体重支えられるの強いな。一人乗り突っ込み。鼻水なげー。坊ちゃんかな。食われそうになってて草。なんでハイエナいるんだよ。日本にハゲたかいたっけ。元気そうですね。なんだこいつ。どこ突っ込んだらいいんでしょうか。ガン見されてる。怖すぎる。両親に訴えてきた。もう目があった時点で手遅れなんだよな。どんなニュースや。日野ではよくあること。日野には鹿おらん。嫌な脅し方してきたぞ。鹿せんべいがお供えされてる。鹿せんべい食われてる。抱えて降りたんだ。なんでだよ。いや、そうはならんやろ。朝起きて電線引っかかるってなんだよ。バレてる。なんかバレてて草。ヤンキーバレ早。なんやそのビシッパ。死刑ポーズ。歩く姿はユリの花手か。ぬーん。どういうセンサー。角は何に反応してるんだ。アルコール検知器じゃあるまいし。セリフにネタが満載で笑う。てか、すんごい坂道やね。そしてなぜか普通にいるしか。お決まりの転校生来た。制服着てたからそりゃここに来るわな。角が引っかかってる。横向け横。嘘だろ。角つっよ。ゆうじろうじゃねえんだから。シーカシーカ。シーカ、BGM。めきょ。一定。こいつ、パワー系だ。クラスメイトの被害が尋常じゃねえ。受け入れてんじゃねえよ。先生ガラス刺さってますよ。ツッコミ不在の恐怖。いや、血出てるけど。血出てるのに適応力高っか。元ヤンちゃんだけがまともな感性を持っていた。確かにあるある。あと謎に後ろ気味。都合よく空いてるんじゃなくてあらかじめ置いておくんやで。ここは美少女モードで。猫かぶりすぎだろ。好きなように呼ばせたらそや。だからさ。好きなように、言うから。これは好きなように釣った方が悪い。そこは驚くのか。ガラス抜けた。先生結構なダメージ食らってたし。しれっとしかいるけど。しかもめっちゃ驚いてる。同じツッコミしてしまって恥ずかしい。クラス全体でヤンキーバレ。てか教室にしか入ってきてましたよ。処女開示かわいそう。ヤンキーで処女。処女センサー。
処女かどうかもわかるんだ。素晴らしい角だ。処女までバラされる。まあ珍しくないだろ。鹿は何でも知っている。ヤンキー処女はいいものだね。じい。バージンチェック入りました、公然。どくんじゃねえよ。注目すんな。何の時間だよ。処女確定。やったー。やめたれ、確定するな。肯定しても否定しても死ぬやつ。とんでもないこと周知してて草。処女確定で CM 行くことある。頭おかしなるわこれ。思った通りのハイテンションアニメだ。視聴者にボケを消化させる隙を与えずに意味わかんないのを畳みかけられるこの感覚懐かしいわ。濃厚えすぎる。日野なのになぜかならアイキャッチ。まあ鹿と言ったらここよね。晒してたが。また偽お嬢様ムーブしとる。集大あってもこの切り替えや。きゃあ、元ヤンで処女の人よ。あの鹿。せんべいや。なぜそこに鹿せんべい置いた。鹿せんべいだらけ。美味しくないぞ。鹿はもう飽きてると思う鹿せんべい。鹿せんべいって人間も食べれるん。へえ、今度食ってみようかな。まずいってわけでもないからな。虹出てら。恩返しに対してよだれ。あ、学習しとる。カニさん歩きできるんだ。入り方は一応学習してて笑う。帯ごと食ってる。恩返し物食うなよ。もういだ。角いらん。さっきあれほど頑丈だったのにすぐ取れるんだ。角の二刀流。トンファーみたい。角がないのこたんただの美少女。メスなのに角の件は解決しないのか。てか、なんで鹿が入学してるんや？ジビエ的な意味？自分から飛ぶ人初めて見た。鹿せんべいまだあるの。どこに入ってたんだ。鹿せんべい主食なのん。おっとヤンキーみたい。いっけねえ。クソーザイテ。のこたんとこしたん。その注意このアニメにいる？かわいい。ふにふに角。角今は随分柔らかそうだな。硬かったり柔らかかったりする角。うぜえ。こいつやってんな。判断が早い。こしたん決定。元やんでちまうよ。急に怖え。鹿が張り紙食ってるけど。君たちは何なの？のこたんは処女でないん。急になんだよ。なんか悪い雰囲気に。なんか傷ついたらしい。これは処女の優しさ。ひ。オシリスの天空竜でも召喚しそう。もうバグってる。視聴者の本音全部言ってくれる。気持ち悪すぎる。どうなってんだと。コシタン疲弊そやそうだ。何事？目が日暮らしで見れるそれ。だからなんで終わった方の探偵呼ぼうとするんだよ。名探偵呼ぶの一回だけにしとけよ。蘭姉ちゃん。蘭姉ちゃんの髪型。なんちゅう顔してんねん。噴水かよ。よく生きてるなお前。膝に貼るんだ。膝どころじゃねえんだわ。ありがとねコシタン。優しい元ヤンだな。コシタン元ヤン処女ツンデレかわいい。蜘蛛の巣に絡まってて草。鹿。ノッツ。の、ノッツ？ノッツとは？先生もう洗脳済みか。鹿部？いつの間にか変な部活ができてる。ねえ。仲良しだな。勝手に入部させられそうで草。この元ヤンちょろいな。鹿部のインターハイって何やねん。ぬん。しかも部長。なんか部長おっかぶせられたし。生徒会長と部長って兼任できるのか？なんて論理的な説明なんだ。お前が世話されるんだ。自分を世話しろってすごい部活だな。ペットじゃん。先生もダメだ。世話いらないだろそいつ。先生が一番草。コシタンにとっては怒涛の一日ですわな。いいんだ懐が深いぜ。まあいっか、絶対良くない。鹿だけに。仕方ねえなぁ。仕方ねえなって痛すぎる。角を刺すな。ぬーんぬん。なんかいる。なんか肛門にやべえやついる。ぬん。ぬーんにょんて。ここ好き。打ち切りですか。なんだこのモンスターはー。化け物やん。終わった？本物の鹿来た。リアル鹿。すごいアニメが始まってしまった。なんかすごいアニメだったわ。しょうもないギャグアニメだけど作画いい作品だな。面白いアニメ始まったな。思ったよりキャストさんたくさんいた。主演のお二人の演技が素晴らしい一話だった。もしかして鹿せんべい作ってるとこ撮ってる？鹿せんべいの製造現場。結構手作業なん。鹿せんべい手作業以外とあるんだ。鹿せんべいってこうやってできてるんだなぁ。これが噂の鹿の子か。このノリで3ヶ月よろしくするのかついていけるかな。とりあえず人類にはまだ早いアニメだ。なんだかわかんねえけど来週も見るわ。意味不明ではあるけれど、草
癖になる何かがあるアニメ。奈良が舞台じゃないことに一番驚いた。ニコニコとか実況とかで盛り上がるタイプの作品。そして終わったら速攻で消えていく。これほどニコニコで見るのにぴったりな作品なのにマジでタイミング。ニコニコ生き残ってたら天下取ってたよな。こういうアニメこそニコニコで米付きで見てーなー。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。